5番人気、4番メジロマックイーン。まずまずの仕上がりですね。晴れ渡る空の下行われる京都レース場、芝3209人の馬娘たちが挑みます。1番人気はもちろんこの子、ミホノブルボン。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、7番ライスシャワー。注目の4番メジロマックイーン、4枠4番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはマヤのトップがミホノブルボン、4番メジロマックイーン。期待通りの結果を出せるか。1番人気ミホノブルボン。先頭集団を見ていきましょう。長丁場のこのレースですが、4番メジロマックイーン早くも先頭に躍り出た。ミホノブルボン続いている。早くも激しい競り合い。マヤのトップが3番手、少し後ろから7番ライスシャワー、内の方から1番ライスシャワー。この辺りまでで先頭集団を形成しています。4番メジロマックイーン快調に飛ばしていきます。先頭から後方まで間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。第4コーナーカーブ、4番メジロマックイーンまだリードをキープしています。続いて7番ライスシャワー、後ろマヤのトップがミホノブルボン、この位置につけています。さらには1番ライスシャワー、その後から5番メジロマックイーン、そしてその後ろから行くのはアグネスターキオ。1周目のスタンド前にかかってゆく。大きく離れてゴールドシップ、あとはナイスネイチャー。勢いよと先頭へ行きます。4番メジロマックイーン、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。ここで先頭は7番ライスシャワー。続きました4番メジロマックイーン、1馬身差マヤのトップが、4番手にはミホノブルボン、内の方から1番ライスシャワー、1馬身差5番メジロマックイーン。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭7番ライスシャワー、レースはよどみなく進んでいます。1馬身差4番メジロマックイーン、すぐに続いてマヤのトップが、1馬身離れてミホノブルボン、外で5番メジロマックイーン、そのうち並んで1番ライスシャワー、2馬身3馬身開いてアグネスターキオ、そしてゴールドシップ、3馬身差ナイスネイチャー。7番ライスシャワー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。7番ライスシャワー、彼女の客室には合っていますね。2周目の向こう上面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。先頭は相変わらず7番ライスシャワー、1馬身差4番メジロマックイーン、3番手にはマヤのトップガン、そしてミホノブルボン、2馬身3馬身開いて5番メジロマックイーン、さらにアグネスターキオ。残り 1000m を通過。後ろゴールドシップ、少し離れて1番ライスシャワー、その後ろからナイスネイチャー。そしてここで先頭は4番メジロマックイーン、1馬身差7番ライスシャワー、ミホノブルボン、ここにいた。内をついてマヤのトップが、5番手にアグネスターキオ。第4コーナーを進んで直線へ向かう。時は来ました。参ります。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。気持ちよく逃げている。4番メジロマックイーン、後方まで400、最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは4番メジロマックイーン、ミホノブルボン食らいついてゆく。4番メジロマックイーン、速い速い、もはや独走状態。残り200、3番手争いはアグネスターキオ。7番ライスシャワー、4番メジロマックイーン、足を衰えない、後ろに突き放して。4番メジロマックイーン、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。4番メジロマックイーン、見事に完勝、レースを制しました。2着ミホノブルボン、3着はアグネスターキオン。祝福の喝采、感謝いたします。